こんにちは、横浜ジーパントップです。今日は新しくなったエドインの503をご紹介します。503というブランドはエドインの中でも一番元になるブランドだそうです。こちらがね、新しくなった503、長い間ねちょっとね切らしてたんですけども、このリニューアルのためにしばらくちょっと在庫を調整してたそうです。でこれが新しくなった503、パッと見何が新しくなったかお分かりいただけますかね。この新しくなった503、しつこいようですけども新しくなりました。このねラベルがちょっとかなり今までとは違う斬新的な形になっていますね。なんかいかにも503って感じでいいと思います。もちろんね、今までエドインといえば日本製にこだわって作っております。ピントがちょっと合わないかな、見えます？ここにメイドインジャパンと書いてあるんですけども、秋田青森にエドインは自社工場を持ってますので、そちらで生産しています。やっぱりね、やっぱり一番ジーンズをしっかり作ってる会社かなっていうところです。当店ではね、この503シリーズのこれはレギュラー、一番普通のストレートなんですけども、この他にも細いのとゆったりめと、また機会ありましたらご紹介しますけども、今日はこの普通の503ストレートをご紹介しております。当店で取り扱っているのはこのワンウォッシュと、中古風の加工の濃い方と薄い方の3色を今店頭で販売しております。これがね、こんな感じの、やっぱりねエドインはこういう加工がねやはりうまいです。特別なねやり方でやってるそうなんで、一本一本手作業でやってるので多少ね個体差はあると思うんですけども、味がある落とし方ができるのはやっぱりエドインだけかなというふうに私は個人的に思っております。でこれが薄い色、明るい色なんですけど、こんな感じでね、なかなかいい感じの作ってますね。この膝の裏のこのシワなんかもね、なかなか芸が細かくていいかなと思っておりますね。どうですかね。でそれとね、やっぱりね一番ジーンズ好きな方はこの一番濃いワンウォッシュからね、自分で履いて自分色に落としたいという方にはこの一番濃い色から履いていただきたらと思います。ただね、この一番濃い色は家の中で履くと膝小僧がね、当たるとこだけ白くなっちゃう、膝小僧だけ白く抜けちゃうことがありますので、この色をもし買ってねガンガン履こうという方はできればお家の中で履かないで出かける時だけ履いた方がいいかなというのは個人的に思っています。それも含めて新しくなったエドインの503、メイドインジャパンでございます。お値段もね手頃な感じなので、いよいよエドインの時代がまた来たかなっていうところです。ぜひねエドインの503お試しいただければと思います。当店の今ね36インチまで置いております。それから大きいサイズはこれ以降ね企画として上がってきますので、大きいサイズのエドインの503上がり次第またご紹介したいと思います。今日はエドインの新しい503をご紹介しました。当店は京浜急行杉田駅隣、プララ杉田というビルの2階にあります。このプララ杉田は京浜急行の杉田駅に直結していますので、雨が降っても大丈夫です。改札に出ると1分以内に当店に到着しますので、ご来店の方お待ちしております。